もう行ったみたいだ。俺たちも行くぞ。ガビ。悪魔なんていなかった。この島には人がいるだけ。やっとライナーの気持ちが分かった。見たわけでもない人たちを一方的に悪魔だと決めつけて、ずっと同じことを、ずっと同じことを繰り返してる。ごめんね、ファルコ。あんたは分かっていたのに巻き込んで。俺はレベリオの襲撃に加担している。病院の少尉軍人がエレン・イェーガーだと知らずに、手紙を区外のポストから彼の仲間に送り続けて、レベリオで大勢殺された。だからウドとゾフィアも俺のせいで死んだ。そう、あとお前が好きだ。お前に鎧の巨人を継承してほしくないから戦士候補生になった。俺と結婚してずっと幸せでいるために、お前に長生きしてほしかった。何言ってんの。俺は巨人になっちまうかもしれないから、もう言い残すことはねえ。行こう。お前が脊髄液を飲んだことをジークさんが知れば、叫びを阻止できるかもしれない。